今回紹介するのはこちらです。キャプテンスタックのステンレス角型ラーメンクッカーです。 1.3 リットル。なぜこれを買ったかというと、袋麺がそのままスポッと入るんですよ。これがなかなかないんですよね、スポッと入るのが。一番ちっちゃいチキンラーメンが入るのはやっとだったんですよね。ちょっと大きい袋麺になるともう入らないです。ちょっと折らないとダメです。折るの嫌じゃないですか。スポッと入るのが良かったんです。で、調べたらこれが入るそうなんで、これを購入しました。キャンプやトレッキングなど1人2人用に適したクッカーです。蓋は湯切り穴付き。蓋を開けずにお湯が捨てられる便利な湯切り穴付き。というわけでパッケージはこんな感じです。湯切り穴付き、メモリ付き、インスタントラーメンを収納可能ね。こうやって入るんですよ。ただ2個も入っちゃうんですよね。もう1個で十分なんですけどね。2個あるとその分大きくなっちゃいますからね。なるべくコンパクトに済ませたいとこです。そうそう、これ今時珍しい日本製です。金物の町燕三条で生産してます。本体は丈夫で錆びにくいステンレス製。じゃあ開けてみます。じゃじゃーん。やはり結構でかいですね。こちらが蓋になります。これが湯切り穴ですね。ジョ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 って、メモリついてます。300、500、700。これは取っ手です。結構重くなりそうなので、丈夫じゃないとダメですね。こんな感じにくっついてます。外にもメモリがついてます。蓋、おそらく木だと思います。取っ手がついてます。完成です。ってな感じですね。で、今回いただくのはこちらです。前に差し入れでいただいたうまかっちゃん濃厚新味特製細片麺です。茹で時間90秒。早っ。うまかっちゃん濃厚新味とは、基本の味であるうまかっちゃんとは一味違う美味しさを持った濃厚な豚骨スープを細くて硬い麺で味わうラーメンです。なるほど。約 500ml。 500ml っておそらくこれでいいんだと思います。で、このままスポッと入れて茹でる感じです。でも2個ね、お腹減ってる時に2個食べたいですかね。2個入ってもいいのかもしれないです。ただこれ1つ用も欲しかったですね。全然余裕あります。じゃあ実際に外で調理してみます。どうも、ひかぼんです。ではいただいてみます。こんな感じですね。水 500ml 入れてきました。これを入れてこの目盛りの500にくればぴったりです。では入れます。ドボ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 ド、ぴったりです。 500ml です。もうこれはうまかっちゃんを作るために作られたような鍋です。そんなことはない。ではガスバーナーの準備をします。バチグーです。とてもジャストサイズです。では火をつけます。
乾きました。では入れます。クッカー非常に安定感があります。調味料です。調味オイルもあります。このバランスに入れるのが焼いたかったんです。おー、グッドです。これがしたかったんです。乾麺のいい匂いが漂ってます。完成です。じゃあ粉末調味料を混ぜます。魔法の粉ですね。おー、豚骨ラーメンの独特の癖のある匂いがあります。これがうまいんですよね。その癖の匂いが出せるっていうのがすごいです。そんでもって調味オイルです。これで混ぜて完成です。非常にこのクッカー安定感あります。その重いのが取っ手で持てるかどうかですよね。いきます。あ、全然余裕です。ではいただきます。うまいっす。うまぷかっちゃんのやばいところはこのスープが飲みたくなっちゃうんですよね。いっちゃいますか。どうですか。うん、いっていいと。じゃあいきます。ごちそうさまでした。とてもうまかったです。このクッカーもね、袋麺はこれじゃないかな。これで決まりだと思います。というわけで新しいクッカーと新味うまかっちゃんを食べてみました。どうもご視聴ありがとうございました。グッドだぜ。